こんにちは、杉です。今回ですけども、テントの選び方ということでやっていこうと思いまして、これからキャンプを始める人や、次のテント何を買おうかなって漠然と考えている人に参考にしてもらいたいんですが、今回は3つのテントの特徴とおすすめのテント、こんな流れでやっていこうと思います。今回紹介するのが、ドームテント、ワンポールテント、ツールームテント、この3つになります。実際に僕自身が使っての話になりますので、かなり参考になる話になると思います。まず、ドームテントの話になりますが、一番初めに買う人が多いんじゃないかなっていうイメージのテントなんですけど、特徴としましては、風に強い、ペグを打たなくても自立する、こんな感じになってまして、一般的には設営が簡単と言われてるんですが、この後説明するテントの方が、設営がめちゃくちゃ簡単なので、正直、設営はめんどくさいです。ただ、ペグを打たなくても自立しますので、設営後にこう移動させるのが楽なんですよ。次にワンポールテントですが、設営が簡単、おしゃれ、そんな感じのテントになってまして、設営後に移動させることはできないんですけど、初めにペグダウンをしてもらって、最後に真ん中にポールを1本立たせるだけっていう構造なので、楽をしたいっていう方にはめちゃくちゃおすすめです。ただ、テントの中にポールがあるっていうことと、こう構造上、上に行くほどテントの中が狭くなりますので、実際買って使ってみたら思ってたより狭かったなっていうことが多いかなというテントです。次にツールームテントの話になりますが、タープが必要ない、広い、こんな感じでして、他のテントに比べて金額がちょっと高くなっちゃうんですけど、ただめちゃくちゃ使いやすいんですよ。ツールームテントにはドーム型とトンネル型っていうのがありまして、トンネル型だと、さっきのドームテントよりも設営が簡単なんですよ。なので、楽をしたい方はトンネルテントをお勧めします。基本的には、見た目が気に入ったテントを買うのが一番なんですが、サイズ選びについては、一人分余裕を持っておくと、失敗がないです。最後におすすめのテントになりますが、ドームテントだったら、スノーピークのアメニティドーム。ワンポールテントだったら、天幕のサーカス TC。ツールームテントだったら DOD のかまぼこテントが定番でいいかなと思います。過去にワンポールテントとトンネルテントの設営動画を出してますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそれも参考にしてみてください。こんな感じでこのチャンネルではできるだけ短い時間で役に立つ情報をお届けしていますので、少しでも役に立ったと思った方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。